孫前カントリークラブは北海道苫小牧資金岡丘に広がるゴルフ場である。1961年、苫小牧港の建設や工業団地の計画が動き出した。川崎港さんが孫前高原の用地を買収して、ゴルフ場、別荘、レクレーション施設などを計画した。孫前高原にあるゴルフ場の建設用地は標高が低く、 孫崎山や北海道の他の地域に比べ積雪が少ない。だが、寒気は他の地域より厳しいと言われている。新たなゴルフ場の建設に向けて、母体会社の川崎重工業株式会社グループにより計画が進められ、コースの設計を上田治に依頼し、コースの施行は鹿島建設株式会社に決定された。1962年3月、 孫前カントリークラブのコースの工事が着工された。同年9月23日、コースが完成し、仮会場、翌1963年7月7日、18ホールが開場された。設計した上田治は、スケールの大きな北海道らしさを出そうとした。コースは、孫崎山のふもとに広がる敷地の、ゆったりした27ホールの給料コースで、 フェアウェイも広く思い切ったプレーが楽しめる。1980年5月5日、北コース9ホールがコース設計、試行、鹿島建設株式会社が行い、会場した。その後、2008年10月、アコーディアグループ参加の株式会社、アコーディアゴルフへ、経営上とされ運営されている。日本の女子プロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、 日本選手権大会に相当する日本女子オープンゴルフ選手権競技大会などの大会開催の実績がある。郵便番号059-1275北海道、苫小牧資金、岡491番地。ありがとうございます。